おはようございます、先生。ありがとうございます。よろしくお願いします。Muito obrigado. Thank you very much. So, how are you doing? Good? 元気です。はい、元気です。Good. 先生、いくつから空手を始めましたから15歳からやりました。15歳から。15. あなたの先生はどなたでしたか？一番最初の先生は山本先生ね。それでその人は坊主流の先生ね、それから2番目の先生は田中先生ね、田中正彦ね、それから浅井先生ね、鉄彦浅井ね、それから西山秀樹先生ね、それから中山先生ね、でいろんな先生に私は講習して、空手でね習いました。みんなで初等館先生、山本先生だけはね坊主流の先生です。沖縄の沖縄ですね、はい、それで後の先生は全部初等館。合気道も合気道も少しやりました。剣道も、うん、剣道は7年間ね、それから合気道は4年間ね。で空手がやっぱり一番いいですね、私はね。先生、どうして空手を始めましたか？私小さい頃ね、喧嘩が強くなりたくてね、喧嘩それで空手始めたんです。 You like to fight? それで空手を始めたんだけども、1年2年3年やってるうちにね、だんだん喧嘩がバカらしくなってね。いくつですか今先生？私今、あと5、6ヶ月でね70になります。70 years old、70。先生まだ上手ね、まだたくさん力とスピードがあります。いやいや、そんなことない。落ちてきてるね。No, 本当ですか？本当。どうしてそんなに上手ですか？空手をやりながらね、ストレッチングをね、たくさんやります、はい、1日約30分ぐらいね、でそのストレッチングをやってると空手のね、突きとか蹴りとか受けとかがね、ギュンと伸びるんですね、それでこのボディービルをね、鉄のね、あれはやらないです。ゴムをやるんです、ゴム、ゴム足縛ったりしてね、そういう練習してます。だから突きがギューンとこう伸びたりね、受けがねギャッとこう決まったりね、するんですよ、ヨーガ好きですか？ヨーガをやりますね。あ、本当ですか？禅ですね、メディテーション、1日、まあ、10分ぐらいですね。最後はね悟りですよね、この最後に今説明したようにね、まず技術ね、それでアルチマスヤを握りますね、練習してるとね。で次にカミーニョね、毎日毎日のね生活ねに空手を入れますね、そして最後に、まあ、神に近くなるようにね、ああいうふうに、いつも、なるたけマイナスのことを考えないで、いつも正しい、ね、ことを考えるようにしてね。だからだんだんやっぱり変わってきますね、人生ね、今はもう70に近いから、こういう物とかお金とかあんまり考えないです。ただ食べてみればねいいんじゃないかと思ってね。先生どうもありがとうございました。はい、 Thank you so much. Yeah. Muito obrigado. Uuu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 u